はい、今回のスタート地点はですね、中山バイパスですね。右手にコスモスが見えますけど、今日はここを左に行っています。どこやったっけ、ここを通ったことがありましたかね。通ったような、通らんような。もし通ったとすれば向こうの正面からだったんでしょうけどね。はい、ここはどうだろう。ここ右折ね。通ったことあるかもしれない。あ、来ましたね。はい、よく覚えてない。今日はね、2月の2日ですよ。ほんでね、今さっきね、気温を調べてみたら9度で、だけど体感温度がね、6度となってました。それでですね、あれですがよ、今月で2月でですね、ついにね、このおまかせテレビを始めてからですね、12ヶ月目だから、2月今月が終わると初めて春夏秋冬っていうか、あ、そうですね、3月から始めましたからですね、春夏秋冬と、そう、一巡りするんですけれども、ここ右ですね。あれ、いや、ここは初めてかも。さっきの道は初めてだ。今勘違いしてました。今ほらバスが通ったでしょう。ここは通ったけど、ここ今さっきのところは初めて通りましたね。こういうのはこれですからね。ですから、まあ、やっとね、こう、ぐるっと回って、一人前じゃないね。1歳ですね。それこそもろ1歳の誕生日を迎えるってことになるんですけども。もう、おかげさまでね、もういつも言ってる通りですね。皆さん、あ、ここまっすぐ行ってみようかな。いつも言ってる通りですね、皆さんのね、コメントのおかげでね、鹿児島を知るようになりましたがよ。ここはどう行けばいいっけ？このまま行こうか。いや、ちょこっとね、違う道もね、通ってみようかなという気があるんですけど、あら、結局は南中五じゃなかったですね。南中五じゃなかった。ただこう、100メーターぐらい遠回りしただけの話だったけど。だけど、こういうのがね、なんですかね、チャレンジ精神とも呼べないような、こういうのがね、やっぱりね、小さなことがね、なんかね、大きなことにね、つながっていくような気もするんですよ。それでですね、今日は本当はね、編集するつもりだったんですけども、リクエストくださいっていうことに、今朝の動画のサムネイルに「リクエストくださいね、コメントくださいね」ってしたら、来たんですよ。嬉しいことにですね。で、その中でですね、長渕剛さんが高校生の頃に通学したって、南高校っていうのはこう谷山ですからね。で、長渕さんが住んでたのは土佐か、あの辺り、一色もだったっけ ちょっとね、そこ辺りがね、すいません、私はね、メモ帳っていうか、それには書いてあるんだけどね、そっから通勤したっていう、あ、通勤じゃないです、通学したっていう、そのコメントの中にあってですよ。それで、まあ、すいませんね、話がこう前後するんですけど、要するに、私はこの学校関係の動画は、桜の花がね、まあ、の、桜の花芽がついた頃からとかですよ。花が咲いて散るとか、そのあたりの頃にね、あ、繰り返しますね。
まあ、学校関係だから、こう今、こう寒々としてるじゃないですか、この今の時期ね。それよりかは、こう、花、桜の花がこう、芽が膨らんでっていう頃の方が、やっぱり学校にふさわしいかなと思ってたんですけど、その、長渕さんが3年間、その、自転車通学ですよ。塗装って言ったら遠いですからね、車でも結構かかりますから、そこですよ、雨の日風の日ですよ、それからぬっか日ですよ、桜島が灰が降ってもですよ、自転車を漕ぐわけですよ、そうした時にすげえなと思ったわけ、長渕剛さんがだから、あの方の強いこう精神力っていうのは、やっぱりそういうところでもやっぱり培われてきたんだなって思ったと同時に、あ、今ですよ、この、22年、2022年ですね、2月2日の今日でもですよ、やっぱりほら自転車通学、あ、この下おじさんだったですね、朝晩帰る時もですかね、クッとばっかりじゃなくて、やっぱりこう通学してる人がいるんだなと思ったら、200円なことは私のことですよ、200円、部屋の中でぬくぬくと、編集すばっかりじゃいかんのっていう感じになってですね、まあ、本当はとにかく出ろと、そうすれば今ね、2時7分。だからまあ2時7分で、そうです。自転車通勤、通学の場合はですよ。まあ中学生はないと思うんですよね。校区内ですから。だから徒歩だと思うし。やっぱり自転車通学ってなると、やっぱ高校生ですからね。でさっき言ったみたいに長渕さんの場合はまた別動画で南高校まではその、長渕さんが走ったであろうコースを走るつもりでいるから、まあ今日のところは南高校は、のところはあれしないと。そうした時に今こう走りながら考えてるのは、自転車通学をする高校地はここあたりにあれはどこがあっけ？この右の方にほら校舎が見えるでしょ。これはね、中学校なんですよ。谷山北中、北谷山やったっけ？ここあたりがですね、ちょっとあれなんですけど、ちょっと待ってくださいよ。あ、谷山北中学校。多分ですよ。自転車通学はないんじゃないかなと思って。まあ仮にいたとしても、そういう子がいたとしても、そういう子の姿を見ることは、まあこの動画の中では、映すことはないだろうなと思って。で、今からですね、どこが高校はって言いながら、まあ走るっていうのが実情です。ここを右行きます。だけど考えてみるとですね、今まで、まあ、そっち方面に、神経がいかなかったっていうこともあるかもしれませんけど、自転車通学の生徒を見たっていう記憶がないですがよ。強い印象ですね。持ったことない。ただ、意識から、意識団地から、毛の団地の方に行くときに、の坂を、登ったり降りたりするときに、ああ、ここを登ったり降りたりする自転車でですよ、人がいたらすごいだろうなみたいなことは思いましたけど、実際目にしたことはなかったですね。それと今日の、出発点のところにありました、右手に、中山バイパスの右手の方にコスモスっていうのがあって、そこからの坂があるんですけど、そこはね、自転車をね、押しながらね、行く男子生徒を見ましたがよ。だから乗ったところは見なかったですからね。だからね、まあ今日は、とにかくその、できれば、この自転車、
通学をしてる高校生が奥の車の中から見たら小屋かけあれですよ、窓は開けませんけど、おい決まれよって言いたい。長渕剛さんもね、ソフィンやったたっちよっていうね、そんな感じでですね、はい、左行きます。なんかね、だけどね、あの空がほら今日は曇りでしょう。やっぱり曇りだとね、あれだ、風景がね、やっぱり寒々としますね。あのですね、まっすぐ行くつもりだ、道なりに行くつもりだったけど右折します。なんでかというとですね、小さい春、小さい春、小さい春、見つけたってあるでしょ。あれは秋ですけどもね。ほら、左側にね、梅。いや、なんだろう。わからん。わかるでしょ、これ。ほら、左の上、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 上。はい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 。そう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 。やっぱりいいですよね。こういうのね。どこかで春が生まれてるですかね。すいません、もう音痴はね、もうしょうがないからですね。あのね、どうしようか、あ、ここも左行ってみようか。こっちをね、ないかな、ないかな。あ、今ね映ってないかもしれないけど、左側にね、あのないっけ、夏、あの夏みかんじゃ夏ですよね、あのカタカーみかんみたいな、みかん、まあ柑橘類ですけど、そういうのがね、あの実がなったまま、この辺りか右行こうかも、他も帰りますね。いや、あのどっかこの道路沿いにそういう、花が咲いたあれがないかなと思ったけど、ちょっとね、見つかりませんでしたがよ。今ね、目をね、チラッチラッですよ。じっとは見ないですよ。チラッチラッチラッ。もう最近このチラ見がね、上手になったってわけじゃないけど、どう言えばいいんだろう。ああ、そうですね。あの、要するにチラ見がね、うまくなった。要するにシャッターを切るんですよ。じっとこう動画で捉えるんじゃなくて、パッと見てですね、残像でこう、皆さんもそうなされたのかもしれませんけどね、今まで私がしなかっただけかもしれない。はい、ここを左行きますね。スラロームというわけじゃないんですけれども、さっきほら、あのピンクの花が、に惹かれて右折しましたからね、ちょっと元に戻りましょう。もしかするとですね、この動画は縄文人の方にも使うかもしれませんけど、から、使うかもしれませんので、カメラ情報を入れておきますね。右っていう、わからないですね。一方がですね、ポケット2で、もう一方がですね、GoPro の10っていうのを使ってます。そして音声はですね、IC レコーダーと、それからそのカメラ2台ですね、それの内蔵のやつと使ってますから、それをね、縄文人の方では、今このカメラです、今の映像はこれです、このカメラの音声はこれです、それを IC コーダーの
音声と入れ替えるとこれぐらい明瞭になりますとかですね、そういうのを言うかもしれませんけどもね、いいですがね、やっぱりね、そういうちょっとね、あの動画始めて1年なんだけども、やっぱりそういう情報も必要だなと思いましたからね。はい、この後ろ、車の後ろに、あ、この後ろじゃないな、ここをですね、はい、こういうふうに行きます。風はそんなになさそうですね。まあ12ヶ月目に突入した、というわけじゃないけど、最近のですね、この私の YouTube 動画の中で、もうその何ですかね、偶然にしてはっていうやつでですね、もう思わずその偶然さに笑ったのがですね、普通は私リスナーの方の個人の名前とかってそういうのはあれしないんだけども、その方はね、YouTuber なんですよ。 YouTuber の方名前がですね、着物でボーリング、今日のあれ動画の説明文のところに、それはもう多分貼っていいと思います。その方だって YouTube で顔出しされてる方ですからね。着物で、ボーリングっていう YouTube を確か上げていらっしゃる方なんですよ。でその方からですね、コメントいただいて、でそのコメントがですね、この動画の何分何秒のところに映っているのが私ですっていう内容のコメントが来たんですよ。和服姿の人がですね、女性です。で、と思って、顔はわからないんですよ。で、わからないもんだからすぐその人の、アドレスから、ここ左行きますからね。アドレスっていうか、その、YouTube のを開いてですね、って比べてみたら、まさしくその私にコメントをくださったその YouTuber の、ちょっと待ってくださいね、その方のですね、その YouTube に、その本当着物を着てボーリングをされるんですけどね、まあただそれだけなんですけども、すげえなと思うんですよね。で、その人とそのほら私の動画に映ってたそのね、あそこは何通り地上のっけ、ちょっと待ってくださいね。要するに何だっけ、天神何だっけ、ピアモールか、あっち側から、要するに照国神社側からこう電車通りに向かう、あって、それからまっすぐ行けば文化通りっていう通りなんですけど、その、電車通りに、出る直前の右の方にその方の後ろ姿が本当映ってましてですね、もうこういう偶然ってあるんだなって思いましたよ。でその方のメールの中に、実はその私のこう動画をこう見てて、でそれを、鹿児島の、歩く時の参考にしたっていう部分があったもんですからね。だからまあそれは今までそういう内容はあったんですけど、その方の後ろ姿ですよ。もうこれって奇跡ですよね。そこで交わなかったんだけど、横にいるんです。
まあ見てください。で、その前もですね、前、鹿児島の、放送局を、ずっと回るっていう、これも、これは別の方の、まあ、いつもお世話になってる方の、アドバイスに従って、したんですけど、その時だったかな。実はそのコメントくださった方は私の車の前を走ってたっていうんですよ。そういうのがあったりですね。今何分か、あ、もう動画だけで言えばね、まあね、そんなねのがね、まあまだ1年回ってませんけどね、そういったねことがね、こういろいろそういったね組み重ねでね、積み重ねでですね、なんかね、小さな刺激がね、ずーっとこう、なんですかね、重なるとね、なんかね、体がね、ビクンビクンビクンって動いてきてですね、っていう感じですね。っていう感じですね。なんかこう中途半端になったけども、この辺りでちょっと締めようかなと思ったけど、いつものように尻滅になりましたけど、尻滅裂になりましたけど、とりあえずはね、この辺でね、一旦ね、お開きしたいと思います。はい、ありがとうございました。